中野ヤングビーストみたいな。フルークです。キズキ。おお。あれです。キランです。ということでね、はい、中野王です。中村に10個の質問をしてきたので、それの回答をね、皆さん予想してもらって何問答えられるかというね、なるほどね、答えます。なるほどね、中村どうだろうね、はい、どうですか、自信のことは。俺が問題作りましたね、心配ですね。ちょっと怖いよ、はい、どうですかね、中村がどっちで来るかなんだよ、まあ、完全にボケ、大喜利ですよね、どっちによるのか、いや別に普通に答えるやつでしょっていうやつか、どっちもありえる、問題によって変わる可能性も高い、そうこれ難しいです。早速質問でいきましょう、はい。結局一番好きなポケモンは何ですか？え？うわあ、なるほどね。一番好きなポケモン。結局だから。結局だよね。いや最近その話をしたの。ね、したよね。だがでも結局でしょ。よし残すなよ。一番好きなポケモンでいいだろう。これだ。結局どれなの？結局これだ。これ好きなのか。結局これ好きなのか。はい、じゃあ、まあ、自信なさそうなヒントからいきましょうか。あ、はい。あ、はい、あ結局だな、めぐみみたいな結局だな、確かにね、好きなので十二分にありえるかと、ありそうだな。じゃあキリアン、結局普通に最近話題に上がったコジョンド、あこれが一番好きって明言した上でコジョンドって言ってた気がするから、追加される中での話ですよ。え、全部でって言ってなかったっけ？全部でとは言ってなかったと思うよ。ほんまか、うん、エアップだぜ、エアップかこれ、お前ら、まあ、ニンティアとかもつけんじゃない？違う、それは違う、それはさすがにエアップ、それはエグいよお前、うん、クスな回答、うん、しまいしまい。タイガーブルークはシャワーズ、そうシャワーズは好きでは一番かも、あー結局で作るぐらいやから、まあ、確かにね、確かに色違いグレイシアのメス。え？言ってんの？いやーでもね。え？色違いグレイシア。え？グレイシアだったの？オナチューだの。いやでも色違いグレイシアの話もしてて。ポケモンスリープで。そうそうそう、色違いのイーブイ捕まえてでグレイシアにしたみたいな話はしてた。のメス？のメスまで。まあちょっとそこは深く触れないよ。まあ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 、うん。はい次。子供の頃の夢は何でしたか？なんか、まあ、いっぱいあったな夢、なんだどれにしよう、聞いた気するけど、え、これじゃないの、これ有り余るファンタジーに書いてありました、うわ、本当に有り余るファンタジーをね、あ、すいません先生がありました、すいません、失礼しました。こちらが正解の正しい、最近まで子供だったならいけそうだけど子供の頃っていうのを中野がどう解釈してるか、まあ、どこまで、うん、エッセイ書いちゃったら本当はなんだろう、シンキングタイム中に俺に聞いてくる、絶対やだ、大人に聞くことあんまなくない、終わった後はあるけど、確かに OK、 ブルック書いてみましょうか、脚本家、脚本家話を作るのが好きって言って話ずっと作っていたいって言ってたから、今は少なくとも脚本家が近いと思うんだけど、まあまあまあ子供の頃から脚本家なかなかだ、まあまあなかなかだね、じゃあ、つまり今は言うことかな、あー、 あー、 うわー、すごい具体的だな、子供の頃ね、あー聞いていますか、はい、なんか聞いたことある気がするから弁護士、え、うん、あった気がする、何それ言われたらどうする、謝る、あじゃあ自信ありげん、キリアンは、いやまあスマイルとほぼ近いんで、 お笑い芸人、うわー、あー書いちゃった、お笑い芸人はその小学校の時になんかみんなの前でコントやって、あお笑い芸人になりたくてみたいなのは書いてあった。あった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 。ただこれをこのタイミングで答えてるかわかんない。それが困るね。そう、これは多分その中の一つだとは思うんだけど。頼む、頼む。ターザン。は？は？は？ああもうやってられない。仕事です。気間違えてない、脚本家いや待って、なんか言われたみたいな、聞いたことあるような気がしてきたぞ、ラジオで言ってたの、どこで言ったか覚えてないけど、なんかどっかで聞いた気がする、マジで幼稚園生ぐらいの時の夢は本当にターザンになったぞ、もうちょっとお笑い芸人は別になりたいと思ってない、あそうなんだ、お笑いクラブみたいなのをやってた、弁護士を、
小学生ぐらいの時にちょっと思った。あったの？逆走やってる。でもお笑い芸人だけがマジでない、思ったことない。あ、そう。逆にそう、スーパーリスペクトしすぎて、まさか自分がなれるとはぐらいの感じで。あ、なるほどね。そういうパターンとか。今のところ正解なしだね。なんでもないですかね。はい、無理な気かも。言えなくなってきた。好きな季節は何ですか？あ、好きな季節、何だっけこれ。シンプルな4択ではない。いや、そうかな。そういうのあると思うよ、俺。こんなんとかなんですね。ヒント1人。あんまり寒くない冬。ああ、はいはい。例年よりは寒くない冬。例年よりはね。ちょっと近いかも、俺。晩秋。晩秋近い。近いな。理想じゃない。いや、近い。つまり。普通に秋。秋、まあ、周辺だとは思うんで、ね。秋周辺だと思うんだけど。なんかの客さ、俺が一緒にアンケート取ったみたいな、50% 悪いんだけど、秋なのって言ってたよ、確か。秋なのって言ってたっけ。やばい、分かんなくなってきたぜ。あるか、次です。はい、いくよ。自分がね、あんま寒さに強くはないんですけど、だからけどだからけど、ウィンタースポーツが好きなんで冬です。はい、この時正解じゃないですか。あぁ、危ねぇ、長かった。ちゃんと冬が正解。なんかめっちゃ長くいいんじゃない。確かに、意味合い的には合ってんのか。そこまでやってる。やるね。よし、やるな。そうか、ウィンタースポーツか、確かに。パーセントマイルの動画で言ってたんだよ。あー、言ってたか。初、もう多分勝ったよ。多分これ勝てない。初1ポイントよ。宝くじ3億円当たりました。何に使いますか？何に使いますか？長くね、映像リアクションが。あ、3億円か。まあ、いろいろできるな。いや、どうなんだろうな。今なんだよな。昔だったらこうかもしれないってやつがあるんだけど。オッケー、いいですか。まあ、行きましょう。横浜に DX 買う。おー、これなんかね、行ってたよね。あー、まあ、確かにね、横浜系だもんね。3億あれば行けんじゃん、横浜に。ええぐらいだ、確かに。キリアン近いんだけど。不動産投資。不動産を買うっていう意味で。そうだね、古く映画作る。ああ、もう自分の答えだから、好きな映画作れる。好きなように近いんだけど、はい、家の近くに映画館を建てる。おお、3億で3億で建てます。望んでそうな感じがするよね。まあまあまあ、正直あんま想像つかないよね。横浜に家を買って、えミニクーパーを買って、あーホームシアターを作る。おお、なんかいろいろくそ、これどうだ。むずいのきた。どうだ、これどうだ。横浜にいたらさすが点数高いじゃないですか。うわー、なるほど。これが果たして問題は映画館を建てるからね。バツか。バツだね。はい、じゃあバツだ。スマイルだけ。家買って車買ったらエンドコンテンツもミニクーパーもずっと行ってるしな。そうそうそう、最初の3億円いろいろできるなーっていうのは伏線だったんだから。本当にいろいろ行ってきた。次行きますか。カラオケで一番最初に歌う 曲は。カメね。カラオケで一番最初に歌う曲よ。毎回同じとかではないよね。そうなんだよね、そもそもね。で、聞かれた時にどう答えるかはまあ別ではあるけど。これしかないかもしれない。最初に歌う曲って概念持ってなさそうで。ないって言ったら、ないって答えるはずだから、まあ、ないって言われたかもしれないけどね。まあ、わからんよね。それじゃね。え、意外かけ。じゃあ、ヒント1は。一回聞いたことあるやつなんですよ。1個ないよ、やらなくちゃみたいな。ああ、マスター。はいはいはい。全然イメージないけどな。ナカムが好きな曲で言ったらやっぱ音の鳴る方へ。絶対違う。音の鳴る方へはやっぱ高校の時からだった。時から時から、タラでやってますよ、ほんとに。時じゃない。多分これです。トライこれない、トライパンで言う。あー、前だろ。前が音外して歌ったやつ。RPG。 まあ、好きな曲を言うんじゃないっていう、まあ、言わされるのかなって。なんかな、なんかなって気もするけどな。でも、俺は信じたかった。音の鳴る方よ。好きだな、そうでた。はい、回答として適切かは分かんない。おっとまずいか。まあ、多分1曲ではないんで、セカンドの曲
なんかどれか歌う。うわそれさー。カットしたんだよ。ってことは。セカオワの曲は正解曲。そうだ。その二人は正解だね。うわ。まあ、全然歌う曲としてはありえるから。サンボマスターだけはない。それはそう。それはサンボマスターあるよね。いやマジで覚えてない。ある。え？ちなみに歌える？歌えますよ。ああそうだね。ちょっと諦めないで。そう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 。じゃあ一応歌ったことある可能性はある。大人なる方へではなかったか。同じぐらいない。まあ出てますいる。まずいね。そろそろガチるわ。人生の最後に食べたい料理は何ですか？人生の最後に食べたい料理。はあ。はあ。独特な聞き方するな。ちょっと待って、当てに行く。いや、無理だ。来るから。パンケーキ。甘いもの好きだし、まあ料理で、多分パンケーキは出る範囲ではあるから、まあ、パフェとパンケーキかで悩んでば、パンケーキとか、そうかなって。つまる。まあ、母の手料理みたいな。まあね。ありえますよ、別に。ありえますよ。はい、寿司、次、どう思いつかんかった。寿司とか好きやん。でも食いたいだろ。山盛りの生クリームにダイブ。料理って言われてダイブってごめんじゃん。口頭まで来た。あり得る、あり得る。なるほどね。はい、どうぞ。めっちゃ難しいけど、まあ、叶うならあの母親が作った親子丼が。え、もうすごい正解じゃないんだこれは。え、前すごいな。親子丼なんだ。好きなの。母親の親子丼がなんか今まで食べたの料理になっちゃって。うわー、いいね、いいね。過去最高時ってなかった。すごいぞ、意外と。分かりてすぎない。次いきます。はい、大喜利です。お、はい。こんなワイテルズグッズは嫌だ。どんなの。こんなワイテルズグッズは嫌だ。なるほどね。むずっ。むずっ。みんな大喜利を当てるってこと。むずいよな。どうする、書いたの。さっき思ってたら、それはちょっと気まずい。ははは。大喜利か。なんだと思ってたの。大喜利かと。違うな。いや違うんだよね。正解た。違うなって思いながら。違うんだよ。正解た。はい。全員めっちゃ自信ありそうなんで、じゃあ金で控えましょう。違うなって言ってたけど。こんなワイテルズグッズは嫌だ。どんなの。ワイテルズ標本。キモ。骨か。あ、骨。キモい。ちょっと欲しいけど、逆に。そっかな。じゃあ次。はい。こんなワイテルズグッズは嫌だ。どんなの。100万円する。いや、めっちゃ仲間っぽくない。この答え。確かに。絶対違うね。絶対違う、これは。次、そういうか。こんなワイテルズグッズは嫌だ。どんなの。ワイテルに、こうやって手がけが注意されるバッジ。ラッキー。うわぁ。キモいな。まあ、嫌だ。まあ、嫌だな。次、グループね、最後。こんなワイテルズグッズ。え、早っ。え、大喜利知らない。小喜利。これが小喜利ってやつか。こんなワイテルズグッズは嫌だ。小喜利やめろ。小喜利やめて。こんなワイテルズグッズは嫌だ。どんなの。ガチャ要素がでかすぎるやつ。ガンダム9万9000円。いや、確かにちょっとありそう。ちょっとこれ真面目、真面目というか、なんか大喜利じゃなかったら多分こっち路線だっけはさ。はい。こんなワイテルズグッズは嫌だ。どんなの。値段が高い。ええ、ここで一番ないと思った。やばいよね。次は正解だ。正解です。やった。グッズ作るときにいつもこだわってるポイントとしてね、うん、クオリティはもちろんなんだけど、いろんな人に手に取ってもらえる値段にしてるっていう、こうこだわりを含めた回答ですね。あ、そう。結構ちゃんと回答してな俺。ああ、でも真面目です。今になって分かってきた、この中身のテンション。そうだ。あぶねえ、ゼロ点阻止した。あぶそうよ。あとはでもスマイルに追いつかないといけない。あともう一問。あと二問ですね。じゃあ次いきまーす。今までで見て最も後悔した映画は何ですか。できればね、理由も教えてください。あー、うわー、いやー、どういう路線なんだろうな。後悔これじゃねえかな。いやでも違いそう。キリアン、デビルマン。この間ちょっと話したんだけど、一番クソ映画みたいなことを言ってて、でもクソすぎて逆におもろいみたいなことを言ってたから。最近最近じゃないの。
っていうね。まあわかんない、あんまりちょっと詳しいことは覚えてない。ブルーピンの人だ。ああ、マジ。でも見て後悔したというよりかは、なんかそれはそれで面白いみたいな。いや、そうそうそう、そういう感じだったんだよね。そう、みたいな。名前は出す可能性があるからね、聞いてきて。はい、俺も一緒に見たやつあるんですけど、ちょっとタイトル怪しいんですけど、死の招待所みたいなやつ。ホラーなんだけど、常々彼が言ってるのは、その洋風のホラーは悪魔の超常現象でしたね。はいはいはい、そういう、これで説明するんかいみたいなやつがおもろくないって言ってた。これも例に漏れずそういう系で、あの俺も一緒に見たんですけど、えって感じで終わる。ああ、もう全部悪魔のせいみたいな。そう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 、いや、わからんぞ。はい、え、止まるね、最後。俺も一緒に見たんですけど、それ見たやつ、それぞれ一緒に見てる。ガラストシフトっていう、あー、これは俺も一緒に見た。こっちがその悪霊みたいなやつだと、あれなんで。同じ理由だね。まあまあ、同じようなやつ。一緒に見たやつなんかちょっともう分からんないね。あー、どうしたの？悪力ゼロ。悪霊、悪霊。あー、悪霊で。悪力ゼロまで。そんな映画はないです。うわー、まあね、全部の映画に、ね、面白さを見出して生きてるんで。うわー、最初はないです。そうか、確かに。マジで無理してあげろって言われたら金時のやつが一番高い。そう、あ、デビルマンの話した時ね、なんか演出とか脚本とかでこういうことやっちゃうとこうなっちゃうんだっていう風に勉強になったって言ってたから、違うとは思ってたんだけど当時の最新 VFX みたいなのをふんだんに使ったみたいなのが実写なんだよ。今僕らの世代で見ちゃうと、まあ、まずすごいちょっとチンケに見えちゃうっていうのが一つと、主役の俳優さんが結構その新人で初主演みたいな感じだったんだけど、すごくショッキングなシーンで、まあ、ブルックが言ったようにすごいセリフが棒読みで全く感情移入できないもしデビルマンが興味あって見たいって人は、あのネットフリックスの方で湯浅監督がアニメーションを手掛けてる、あ、あのデビルマンクライベイビーをぜひ見てください。 あれはめちゃくちゃいいです。あ、まあでもないが正解だから、はい、ないが正解ですね。学びがあるってことですね。無駄なものなんてないんだ。次の単語を逆から読むと何にあるか3秒以内に答えてください。ウオムかな、正解できるのかな。同じ発言だった場合はその状況を一番詳しく説明できてる人も天才力だと思う。ブルーからいきましょうか。ちょ待てよ、中ムかな、だから中の発言を書き出したみたいな感じでね。はいはい、天才力。ウオムかな、ウオムかな、待って、あ、時間ない、あ、待って、あ、そうあ、そう、キリアン今日の中ムは違うんですよ。考えて、中目をタイトルコール風に言います。これです。3分ぐらい見てられたけど、もうめちゃくちゃそのルール破ってゆっくり考えて、あ、中目をかそれもありそうだな。じゃあ次の単語を逆から読むと何になるか、はい、3秒以内に答えてください。はい、ウオムかな。1、2、3。はい、中目を。まあ、金時が近いんじゃないか。なんで今日そんなに落ち着いてんだよお前。めっちゃ落ち着いてんじゃん今日の中身。なんで？死に寄るんじゃない。まあ金時か。まあ、金時じゃない。はい。ちゃんと考えて答え出す感じは一番近いんじゃないですか。まあでも焦ってもないしね。声を張り上げても。声も出さずに中身だから。どういうの想定したの？何秒以内に言えるのかなっていう。5文字以上の単語は多分逆から言うの結構むずいかな。中村の頭の回転の速さを試してみました。中村が試されてた。次ラスト。次ラストです。はい、最後もまた大喜利です。うわ、はい。次のブルーコーでブルークが絶対に言わなそうな回答は？中村がブルークをやらされてる。おお、やってないな、ブルークだけ。こんな回答出てこないだろうみたいなことで。当たるわけなくね。当たるわけがないぞこれ。逆にちょっと当たったらもうよ。これ条件優勝じゃん。まあまあそれぐらいですか。すごい。当たった。無理じゃないと思うよ全然。あ、本当に。ああ、言いそうなことならさ。いいけど。言わなそうなこと。投稿してるくせに偉そうだな。長っ。長すぎ。ちょっとやだ。まあ難しいよ。はい。ああ、やっとおった。回答してどれくらいですか。次のブルークオーでブルークが絶対に言わなそうな回答は。でもやらない。まあ
まあまあまあ、はい、次のブルークオーでブルークが絶対言わなそうな回答は、まあ、法を犯すかなはいはいはい、犯す犯罪のパンダ、まあ言わなそうではない、まあ、殺す方向性似てんじゃないこれは言わないでしょ、そうやな、回答っていうかもう言わずに言わない、あー、そういうパターン、いや、これ違うかな、内容じゃなくて、回答の仕方っていう、でも大喜利って言われてんだよ、なんかこれ普通に何とか王の回答じゃない、悩みすぎてもう訳わかんなくなってるお願いします、答え頼む、次のブルーク王で、ブルークが絶対に言わなそうな回答、雪男を火で炙ると水男になるよね惜しいなこれ全然出てもおかしくないと思ったんだけど、あこれあったよね、全員あってたらもう勝ちだったね、問題も予定は優勝だったんだけどな、雪男を火で炙ると水男になるいや言わねえよ言わねえけど、一応言いそうだな、ブルピだねって誰が言うってなったら点数書いてください、じゃあ一斉に、はい、どうぞ、はい、1、1お、いやあ、すごいな。今までこんなあった。ちゃんと当てる難しいとかあったもん、ね。なかなかね、なんか、うん、結構ピンポイントね、なんか。いや確かにね、横浜とかね、そう確かに当てるところは文句なく当てた感じだね。うん、どうですか感想は？感想？割となんか言ったことあるのがね、多かったから。そうだよね。自分のこと喋るから、それに分かってる部分。多少はね、そうそうそう、他の人より絶対違うだろうみたいなの、確かに当てようと思ったら当てられた問題は多かったね、うんうん、雪男以外ないけると思ったのに、いけると思ってたか、前るか嬉しくなっ何回かしてない、確かにな、いろんな人意外と王に王率高いとか、ね、あそう意外と人のこと見てんのか、そうなんですよ、興味なさそうだねスマイルに負けてるっていうのがちょっと嫌だよ、これはスマイルなんだっていうあお互い嬉しくなまあでもすごいじゃん、よく話を聞いてるってことですよ、そうですね、意外とめっちゃ聞いてるんですその結論に至るのもなんか違うなスマイルさんおめでとうございます、じゃあ次はブルークオーですね、前取るのはブルークだけなんで、巨大射撃機これだね、ブルークオーはむずそうだな、うわーむずいね、めっちゃむずいね、問題次第なんじゃないですかじゃあ次回お楽しみに、はい、はい。